それではここでカオンサドーレ札幌勝利の女神カオンサドーレの登場です。本日は渡島平和地方の元気な女の子たちを対象にコンサドーレと一緒にピッチを盛り上げてくれる元気なキッズを募集しました。今日はコンサドーレの一員としてスタジアム、そしてコンサドーレ札幌に熱いパフォーマンスで勝利を呼び込んでもらいましょう。参加してくれた女の子たちにもどうぞ大きな拍手を。